国分寺は、三重県亀山市白木町にある、真言、総お室派の仏教寺院。三号は、明城山。陰号は、宝生院。本尊は、国蔵菩薩。国分寺とは、天平十三年に発せられた、聖武天皇の御事のりにより、当時の日本の各国に混流された寺であるが、当時は、明城が竹の中原にあり、 このように山上に寺院が建てられるようになったのは平安時代に入ってからと言われる。平安時代中期以後になると直眼寺など特殊寺院を建て国分寺の業務を代行させたと言われており、当山もこのような部類の寺院ではないかという説がある。なお、当時のある伊勢国の領域では鈴鹿市国分町に国の史跡に指定されている伊勢国分寺跡が存在する。 次伝によると、天平15年、行期が解散したと伝えられ、公認6年空海が、当時において、国造菩薩旧文寺法を治め、柏の木に国造菩薩を刻み本尊とし、里の名を柏の字を分けて、白木と名付け、山を明城山と合して、中高したと伝わっている。その後、戦国時代に、大国の寺主六角氏、日の主などに攻められるなど、 行くたびかの災難に見舞われ、大正時代にも火災により、本堂や栗を消失しているが、その都度信者らによって復興されている。三重県教育委員会文化財伊勢国分寺跡2010年1月17日、閲覧。ありがとうございます。